はい、こんにちは、クレッチョチャンネルです。本日もカミカミ解説でお送りしますが、最後までご視聴よろしくお願いします。詳しい解説が気になる方はお手数ですが、音量を少し上げてお楽しみください。それでは参りましょう。はい、それでは、毎週日曜日恒例の第12回プレゼント企画の抽選会になっております。はい、でその次に第13回プレゼント企画を立て続けにやっていきますので、最後までご視聴よろしくお願いします。でその前にまず攻略をしていこうと思います。で本日のタイトルなのですが、初心者必見、真ん中を狙っていても絶対に取れないというタイトルでお送りしていきます。というのも、クレーンゲームというのは基本的には、あの真ん中を狙うのはあのミスなんですよね。あのよく真ん中を狙ってくれとか、皆さんあのスタッフさんがもしかして言ってるかもしれないのですが、それが、ちょっと今回解説していこうと思います。という間にこちらのミニオン無事にぶっ刺してゲットですね。はい、リプレイで見ていきましょう。まあこれも真ん中といえば真ん中なのですが、狙いとしては右アームを帽子の隙間にぶっ刺しておりますね。まあこれがたまたまあの刺した際にアーム本体が真ん中に来ているだけであって、まあ、わざわざ真ん中を狙ったわけではないのですが、でこれでそうですね、あの奥アームと左アームでしっかりロックがかかっているので、そのまま一気に運んできましたね。でアームが開いた際にちょっと危なかったですが、隙間からすっぽり抜けて無事にゲットです。はい、これはかなり早かったですね。200円なんで、まあ、この帽子のぶっ刺しは皆さんおそらくできると思うので、とりあえずどっか何かしらのアームを刺してみるといい反応があると思います。はい、続いてこちらですね、こちらなんかくったりコーギーみたいな感じのシュナウザーですかねのぬいぐるみですね。コーギーではないですね。これ何や、何だろうね。で、狙っていこうと思うのですが、基本的にこちら、その先ほど言った真ん中を狙ってもダメというふうに解説していきます。で、2手目なんですが、まずは下半身をつまみ寄せていきます。これはどうでしょうか。はい、いい感じですね。うまいことつまみ寄せれたので、シールドになかなか寄ってきましたね。そして、こう、もう一度同じように、狙っていきましょうか。狙いとしては左上に持っていくという感じですかね。まあまあでも悪くはないですね。全体的にシールドには寄ってきているので。さて続いては首で寄せていきましょうか。右アームを首にかけて、さてこれはどうでしょうか。しっかりアームを下まで入れたのですが、少し抜けてしまいましたね。頭、そうですね、これ頭がシールドの方に向いているので、頭をつまみ寄せて反動で狙っていこうと思います。で先ほどから私あの下半身か頭どちらかに寄せていますよね。もう本当にそういうことによってあのぬいぐるみに変化を与えてゲットを狙っているんですよね。で簡単に言うと真ん中をつかむと、あのクレーンゲームの設定っていうのは基本的にはアームが上がった際にパワーがゼロになるんですよね。しまっているパワーが。なので、基本なんですよ。なので、真ん中を掴んで真上に上げれば真下に落とすだけになってしまうんですね。なので、あの真ん中を掴むのはこれはちょっと違うという話になってくるんですよ。で、狙いとしては、どちらか端っこです。簡単に言うと端っこですね。でもっと簡単に言うとシールド側の端っこですね。取り出し口側に近い方の端っこを掴んでいくとゲットできるというのが攻略法ですね。一応でこれも一応重心の頭、まあ、これ重心が頭かちょっと微妙なとこですが、まあ、頭も一応横向きましたよね。なのでちょっととりあえず真ん中をこれは掴んでおるのですが、まあ、反応を見ております。ちょっと動いてくれなかったので、やはりちょっとうまいこと動いてくれませんね。というわけで今度は下半身を狙っていきましょうか。で今度は下半身を狙う理由としては、まあ、気持ちつまみ寄せですね。このつまみ寄せて下半身をふわっと頭を重心に支点にですね
反動と思ったのですが、少し持ち上げすぎましたね。あともう一つタグがお尻についているので、その辺を最後フィニッシュで決めれたらなと思い狙っております。ただもうこの辺は、ちょっと、思ってたように動かないので、真ん中掴んで、この中になってきておりますね。うん。あんまりいい反応してくれませんね。この台に対してこの景品少しちょっとちっちゃいんですよね。なので、落とした際に、ちょっとこの、反応が読みづらいっていうところがあるんですよね。さあ、あとこれはどうだ。一応右アームがタグに刺さっておりますね。さて、どういった反応を見せてくれるでしょうか。ああ、やはり場所が悪いので、すぐ抜けてしまいましたね。はい、ですが、タグがいい感じに上を向いております。ので、狙っていきましょうか。これはちょっと狙いが悪かったですね。ストップボタンで狙ったんですが、少しお尻の底っていうんですかね、お尻の下の面にタグがくっついてしまってるので、景品を滑らせながら、押しながら狙う形じゃないと入ってこないんですよね。さあ、これはどうだ？これ、うまかったですね。今、ボデーというか、お尻ですね。お尻をしっかり押しながら。さて、どういった？全然ダメでしたね。せっかくタグに入ったのですが、ほとんど動かなかったですね。ですが、もう一度行きましょうか。お尻に滑らせ、強めに押して、さあ、はい、これも2連チャンでしっかりずっぽしですね。さあ、どういった反応を見せるでしょうか。無事に最後はタグでゲットですね。リプレイで見ていきましょう。これも先ほどと同じようにお尻を強めに押してのずっぽしですね。これちょっと予測がかなり難しいのですが。で、ここ、さっきと違うのは、ここからですね、上がっていく際に微妙になんですが、シールドにこれですね、景品が少し寄りかかってますよね。この寄りかかりで、タグが緩むことなく、取り出し口まで持ってきたかなと、私は読んでおります。まあ、途中ちょっと、迷走しましたが、1400円ですね。まあ悪くはないですね。無事、かわいいワンちゃんゲットです。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。はい、そして第12回プレゼント企画の抽選会に参りましょう。はい、で、今回のメンバーは、29名でしたかね。ですね、お猿のジョージなんで、そこそこ皆さんエントリーしてくれてありがとうございます。メンバーはこういった感じですね。サマの方は、ちょっと省略をさせていただいています。さて、行きましょうか。さて、本日は誰が当たるのか。はい。ナッピーヨッシー様ですね。今回はナッピーヨッシー様が当選されました。この動画を見たら、またコメントの方よろしくお願いします。はい。そして、第13回プレゼント企画の詳細になります。はい、今回の景品はこちらですね。はい、皆さん大好きちみっこ暮らしのトカゲのぬいぐるみになっております。エントリー方法はいつも通り、このプレゼント企画動画にキーワードを記載してコメントをするだけです。はい、で、その際に応援コメント、ご意見ありましたらよろしくお願いします。今後の活動のエネルギーヒントにさせていただきますので、よろしくお願いします。そして今回のキーワードなのですが、はい、完全攻略ですね。完全攻略とコメントに記載お願いします。はい、で、キーワードがない方は不参加になりますので、ご注意ください。で、締め切りは1週間後の10月22日ですね、の土曜日の21時までですね。はい、で、最後にお願いがあります。チャンネル登録を何卒よろしくお願いします。ポチッとよろしくお願いします。毎日どうか頑張ってあげてますので、時間の暇つぶしにはなると思いますので、よろしくお願いします。それではこの辺でお別れの時間です。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら、さよなら、さよなら。